じゃあこんにちは。今豊さん、はい、巷であるカルテットが結成されたというのはご存知でしょうか。なんかクラブ入ったな今日は暗いのかちょっと暗いです。10杯カルテットというのはあいるな、聞いたことありますか。中日の柳投手、小笠原投手、はい、高橋宏斗投手、涌井投手がそれぞれ10杯、12杯ということで、10杯カルテットというのが出来上がってしまったという、ちょっとこれファンの間でもそう呼ばれてるんですけれども、そうだな、まあ、ただね、柳は防御率が 2.59、はい、で小笠原が 3.23、はい、で高橋宏斗 2.51、うん、で涌井が 4.03、はい、正直に言うよ、うんうん、柳は4勝10敗だけど、はい、10勝4敗でいいよ、うんうん、査定では、はい、絶対そうだと思う、うん、で小笠原、はい、10勝7敗でいいよ、うん、7勝10敗だけど逆にね、いいと。これ小笠原は向かっていくからさ、ホームランも打たれたりだとか、うん、余計なところで打たれたりとかするんだよ、はい、もうちょっと慎重にいけばいいのになって、でも勝ち越してるこのピッチャーもね、はい、10勝7敗で多分ね、うん、俺の計算では、うん、で高橋宏と 2.51 で5勝10敗なんだけど、はい、10勝5敗でいいよ、いいですよねと俺は思うよ。そうですよね、やっぱ援護点がないもん。で涌井が 4.03、 これね、打たれてる時には打たれてるんだけど、抑えてる時は抑えてる、はい、でも抑えてる時は援護点がないということで、はい、4勝12敗、はい、16回投げてるんだけど、はい、これはね、涌井は8勝8敗でいいと、あ、ちょうど五分でいい、それか10勝6敗ぐらいでいいと、うんうん、みんな勝ち越してるはず。いや、俺は勝ち越しててもおかしくないような投球内容なんだよね、はい、これは見てると、はい、ただやっぱり援護点がない。柳なんか援護点が夏場過ぎ 0.いくつだったからな、1点もらえない、どうやって勝つんだみたいな。いや、ありましたねノーヒットノーランやってても勝てないみたいな。そうでしたね。これはやっぱり野手陣が給料上がったやつは 30% ずつぐらいピッチャーに還元しなきゃいけない。そうですよね。いやいや、本当によく投げてると思うよ。これあの1から6の6チームで防御率を見たところ、防御率は中日は阪神の 2.61 に次いで現在 3.11 で2位なんですよ、うん、ただ打率が 2.38 とやっぱり最下位で、うん、得点に関しては344得点、これあの阪神がトップで500得点で、うん、一番低い広島でさえ449得点してるので100得点5位と差があるっていうことになってしまうんですよね、まあ、ってなるとやっぱり野手陣っていうふうに思ってしまいがちなんですけれども、まあ、まあ、ちょっとごめんね、涌井の4勝っていうのが5勝だったな。失礼しました、5勝12敗、ね、はい、動画撮ってる時点でもね。そうです、はい、現在では。なのでやっぱり考えると防御率はいいけれども、得点が全くやっぱりされてないっていうことはやっぱり打者、援護点がない。打者もそうだし、エラーも多いしな、エラー多いですね、うん、だからなかなかな、ピッチャーもね、点をやる前やる前として投げてると息苦しいよね、見てると。いや、そうですよね。どうせ取ってくれないんだろうみたいな今日もまた今日もまた私は取れない中投げてますよみたいな辛い、それじゃあ辛いからね。辛いですよね。でもね、野手がね一生懸命やってないかというと、そういうわけじゃないしさ、もちろんそうなんです。これも仕方ないんだけど、何かを変えていかなきゃいけないよな。これどうしたらいいんですかね。そう、じゃあ今例えばもう今シーズン、まあ、今最下位でもうクライマックスシリーズもないとなくなった、じゃあ来季が見えるように若手を野手使っていこうとする、そうするとやっぱりエラーも多いし、なかなか得点もできないってなると、こういうこのピッチャーたちが勝っていけないっていう、そのなんかもどかしさっていうのは、これはどうしたら、もうこの4人のピッチャー休ませたらどうや。あ、もう無駄に投げても勝ち星取れないよ。うん、勝ち星はそうですね。もうそれだったらもうとにかく来季に備えろと思ういや、肩休ませてくれと、うんうん、来季は取れるようにするから、うん、査定の方はきちっとちゃんとするから、いや、まあ、査定の方はみんなプラスだからってね、いや、そりゃきつい、うん、もう特にね、この中で、はい、まあ、涌井の春先ほら10勝するなと思ったら全く取れなくてダメ、はい、もう柳の後半特に、うん、まあ、前半もひどかったけど、はい、こんなんかわいそすぎるよ。そうですよね。うん、これ確か去年も言ってた、だって自分が打っちゃってるの。そうです、もう打たないんで野手が二刀流になるほうかな。そうですよね。で高橋宏斗投手もやっぱり去年の成績は豊さん逆になってないとおかしいっていうふうに去年もおっしゃってて、そうそうそう、ただね、彼はねまだ甘さがあるというかさ、
やっぱ春先そのフォームがいいか悪いかわからないよ、うん、だけどその自主トレやって、はい、フォームを変えてきて、うん、WBC があるのにお前前のフォームであの WBC に選ばれたのに変えていって、うん、お前責任が取れなかったらどうするんだっていうこともいろいろあってね、はい、まだ実績は10勝もしてないピッチャーが、まあ、そういうような大きな形を変える、うん、で今まで作り上げてきた一緒にやってきたピッチングコーチにも相談がなくみたいな、それはやっぱり怒られて当然だし、うん、それはいいか悪いかは別問題として、その変えない方が結果が出たのかもわからないし、変えた方が良かったのかもわからないし、だけどこれはやっぱりちょっと自分のまだ甘さがあるな考え方の、うんうん、だからこれはもうしょうがないとして、まあ、柳、小笠原、涌井、はい、まあ、ここら辺はなんとか救ってよ。もう本当に見ててね気の毒でしょうがないわ。そうですよね、だファンも同じ思いだと思うんですよ。ただ野手が一生懸命やってないかって言ったらやってんだよね、うん、やっててこの結果だから。ただやっぱりこう阪神がやったようにフォアボールを一つでも多く取ると、はい、でも舐められて投げてきてるからな、あ今あ、うん、選手によってはね、はい、あこんなのお前もう3球でいいだろみたいな感じで投げられてくるとフォアボールどころじゃないわけよ。取れないですね。取れないよ。だからまあそうだな、やっぱ成長するまで我慢して投げるしかないけどねピッチャーね。でも堪忍袋の緒っていうのもきっとどこかにあるでしょうし、もう切れてる、切れてますね、もう切れてる、ね、多分柳としまだ繋がってると思ったら大間違いだよ。もうとっくの昔に切ってるよ。もう切ってますか。切ってるよ。そうか、もうあの開き直りの境地だよ。そうか、いやでも仮にですよ、このピッチャーたちが阪神にいたら、いやまあ仮の話はね、まあ、あれだけどこの成績が逆になってたら、うん、中日なんか絶対最下位にはなってないはず。そうですよね。だって10勝カルテット、10勝カルテットになってるってことですよね。いやそのぐらいの実力のあるピッチャーだから、うん、それはもったいないってね、うん、思うよね。だからもう本当今シーズンは逆に先発を休ませてあげるぐらいのにしたいと。もう勝ち、いやそれで他に先発ピッチャーを作っていかなきゃいけないし、うん、はい、1軍でのだからそういうのでやっぱり1軍に上げて、うん、で投げさすとかさ、うん、やっぱこう光が見えてこないとさ、うん、困るよね。そうですよね。来シーズンはこのピッチャーたちっていうのはだからあの数字、柳が4勝10敗、はい、これが10勝4敗になったらすごいよね。そうですよ、ね、だって6つの貯金作ってくれる。小笠原が10勝7敗、うん、ね、そしたら3つの貯金を作ってくれる、はい、9つ2人 で、うん、で高橋宏斗が10勝5敗、はい、5つの貯金14、うん、14で涌井が、まあ、8勝8敗でもいいよ、うん、ね、そうなってくると14から15の貯金ができる。それだけでこの4人で、うん、押したら優勝戦線だから、うん、一気に踊り出ますね。そうそうそう、だから打つことが最大のテーマなんだ。そこなんですよね、うん、4人のピッチャーを勝たせるということ。これで梅津が出てきた。そうですね、また梅津がいいんだよ、うんうん、で押したらこのピッチャーも10勝ぐらいできるピッチャーなんだよ、はい、押したらこれ勝負ができないかといったらできるんだよ。ピッチャーはそうですね、揃います、うん、だからどうやって点を取らすか、うん、そこ行ってんだよ、はい、そこだけですね。そうそうそう、エラーと。でもどうですか、来年は今いるか明るい兆しが野手の方にも出てきそう。いやだからそれでは見えないんだよまだ。そう今そうです、ね、いやだからそれをファンに見せてあげなきゃいけないっていう話は立野監督にしたんだよ、うん、あって、うん、だからそれは分かってるんですけどなんかみたいな。あいやでも俺はブライトだとか、はい、まあ、細川外野2枚、うん、それの岡林が入る、うん、ね、で内野はカリステ、あカリステ石川、はいはい、これで2枚は揃う、うん、そしたらあと埋めていく作業すればいいって、うん、それをどうやって打線にしてどういう戦略を与えるか、うん、そしたら全然俺は勝負できないとは思ってない、うん、中日は、はい、ただその感じ方が、うん、光という意味では日本ハムはこんなに負けてこんなに勢いあんのかみたいな、 うん、 そうなんです。そういう選手たちが揃ってるんだ。だからそのなんていうの、熱く引っ張っていくリーダーが欲しいんだよ今、うん、リーダーって、まあ、石川だから選手でもいいし、これはコーチでもいい、うん、でも監督のやる仕事じゃないんだよ、はい、でもやっぱこう熱く伝えたいだとかさ、熱くこう語り合えるとかさ、うん、そういった人間がやっぱコーチに欲しいな。それとやっぱこうリーダー的な選手がな、はい、まあ、大島も2000本もあったけどおとなしいからな、まあ、そうです、いい子なんだよ、いやめちゃくちゃいい子なんだよ、ね、
コツ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 やるタイプで真面目 でただこう引っ張っていくっていうタイプじゃないんだ、うん、熱く。そうですね。だから周辺もそうだしな、熱く引っ張らない、うん、だから引っ張れるやつがいるといいと思う。なんか昔から中日ってなんかね、熱く引っ張るキャラってあんまりなんかいなさそうな気がありますけどね。まあまあそうだな、ね、まあだけど、まあ、コーチでもいいんだよ本当に、うんうん、よしやろうぜみたいな、ね、今日はこう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 やったら絶対勝てるからこれやろうみたいな、みんなでやるんだぞみたいな、はい、そういう伝えることだよ、うん、こうしたら1点取れなかったところが1点取れ出したりだとか、うん、それが2点になったりだとかさ、相手のミスを誘って3点になったりとかするんだよ、うん、だからそういうことをこうやらせないともう本当ピッチャー腐っちゃうから。みんな、ね、出ていっちゃうっていうふうにファンは心配してますもんね、まあそう、まあ、ただピッチャーもねバッテリーで投げる時と他の時では多少やっぱ防御率も変わってくる、はい、でも点を取ってくれるって言ったらもっと他のグラウンドでも頑張ってくれるようになるよ。うん、そうかそうかじゃないんだよ。なんかもう悲しくなってる。いやなんでよ。いやだから言ってんじゃん答えは点取ることだって。だから点取るためにはやっぱり野手的なリーダーが必要だって、うん、これは選手だといきなり作れないからコーチだってできるって、うん、兄貴みたいな形、うん、そういうので伝えていってよしやろうぜみたいな、で練習の時はやってるかーんとか、やっぱ雰囲気変えられるコーチじゃないと、うんうん、今の雰囲気はそうですね、うん、だからまあそういうことなんだよね、うん、精神的引っ張れるような熱い人が出てきてほしい。でもそこにはやっぱりその引っ張ってるやつの計算がないとダメなんだよ。アホみたいに行きましょう行きましょうじゃん、うん、これ何にもないから、はい、じゃなくてこう言ったらこうやってくれるだろうなっていう計算のもとでこうやらしといて、うん、よしこうなった時にこういうスパイスを与えようとか、うん、そういう計算がある人が行ってやらなきゃね雰囲気は変わらない。そこですね、うん、そうか。じゃないと俺は中日は低迷したままで終わる、うんうん、何か一つ求心力を持った熱い人が出てこないとやろうぜみたいな、うん、お前たちできないと思ってるのか同じ人間でみたいな、うん、そこから入ってもいいよ、はい、お前たちは能力があるのに理解力がないって、うん、ね、バカじゃダメなんだよみたいな、うん、でもバカじゃないだろってみんなね頭悪くないんだよ、はい、ね、だけどやっぱ伝え方も悪いと思うんだよ、うん、だからそれをやっぱしっかり把握しながらできるコーチでも、ね、選手はねなかなか作れないよ、いきなり、ね、お前がどうのこうのってキャプテンだからお前が引っ張れんだよ、よしやりましょうみたいな、うん、お前何変わってんだボケって何キャプテンの偉そうになりやがってみたいな言われるのがオチやから、はい、だからもう新しいのコーチを連れてきて頼むとやってくれと、はい、いうような形が一番いいと思う。やっぱね今はね雰囲気を変えること、うん、それと選手を生き生きに伸び伸びやる気を持ってやらせること、うん、ね、ここだと思う、うん、ね、そこさえできたら多分大丈夫、いけるいける、いやこんなことはない、うん、そうですね、こういう逆転現象にはならないですね。そう、うん、いけるいける、頑張ってほしいですね本当ピッチャー。信じないとできないよ、いけるから大丈夫です、ね、はい大丈夫、はい。